マイケル・ジョン・スミスはアメリカ合衆国の宇宙飛行士、チャレンジャー号爆発事故が起こった STS-51L でパイロットを務めていた。スミスはノースカロライナ州ボーフォードで生まれた。当地には現在彼の名前にちなんだ飛行場がある。1967年に海軍兵学校を卒業し、ベトナム戦争には戦闘機のパイロットとして従軍すると、 多くの勲章を受賞した。戦後はテストパイロットとして海軍で働き、死後に大佐まで昇進した。死後にはパープルハート賞も受賞している。スミスは1980年5月に宇宙飛行士に選ばれ、1986年秋に予定されたスペースシャトルのミッションのパイロットに決まった。雨の予報のため、NASA がチャレンジャーの打ち上げを1月26日から、 延期するように決定したことがスミスの運命を決めた。パイロットとしての彼の経験から飛行の前に天気のパターンを調べ、彼はジェットストリームの様子からケープカナベラルに寒冷前線が近づいていることを知っていた。また彼は NASA の技術者に対し遅くとも1月26日までにシャトルが出発できるように予備のパーツをつけることを要求した。 結局、予報された雨は降らず、スミスは一度も宇宙飛行したことのない人たちが決定を下しているんだと怒ったように友人に話した。そして1月28日、悪条件の中、打ち上げが強行されたチャレンジャー号は空中分解、爆発し、スミスは他の6人の乗組員と共に死亡した。1990年のテレビ映画、チャレンジャーでは、 ブライアン・カーウィンが演じている。ありがとうございます。